第16回皮膚科学のまとめその1。こんにちは、インストラクターの新田悦子です。今日もよろしくお願いいたします。ターンオーバーを正常化させる。皆さん、お悩みの肌トラブルを改善する考え方はターンオーバーを正常化させる、これだけです。ターンオーバー、肌の生まれ変わりの日数とトラブルの相関関係を図にしました。28日くらいで角質が剥がれてしまう方は、敏感肌、赤ら顔、ニキビ、アトピー、アレルギーなどでお肌が安定せず、かゆかったり炎症を起こしたり大変です。一方、45日前後の場合は正常で健康な肌、トラブルから守られています。逆に60日を超えるような場合は、角質細胞はくすんでしまいます。シミ、くすみ、そばかす、シワ、乾燥肌などがその悩みでしょう。肌細胞の生まれ変わりとして見ていきますと、28日前後では角質細胞は成熟しないうちに死んで剥がれてしまいます。45日前後では生まれる細胞と死んでお肌を守る細胞とのバランスが取れて素晴らしい状態。60日前後では老成して死んだ細胞なのに剥がれない、新しい細胞が生まれないという状態になります。ターンオーバーを正常化させる3つのポイント。もう何を差し置いてもターンオーバーを正常化させなければ肌トラブルになりっぱなしです。ではどうすればよいのでしょうか。1つ目は清潔にする、2つ目は保湿する、3つ目は紫外線に当たらない。なんとたったこれだけ、これだけなんですけれど、一般の化粧品会社はトラブルを隠すことばかりで、ターンオーバーを正常化させることへの重要性を少しも認識していないようです。でもこの3つを守ることはスキンケアに力がないととてもできないことなんです。1、清潔にする。もう一度見直していきましょう。清潔にするには2点、2種類の油汚れを落としましょう。化粧品の石油ミネラル系油汚れと人間の生物系油汚れ。石油系には石油系でできたクレンジングで落とす。生物系には生物系でできたクレンジングで落とすことが必要でした。次に細菌、花粉、塵などの汚れを落とします。肌負担の大きい石鹸洗顔は肌トラブルを持った方には過酷です。人間の健康な肌と同じ弱酸性の洗顔フォームをおすすめします。よろしいでしょうか。ここまでで本日は終わりです。明日をお楽しみに。